こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を指すマチャンネルです。私が元幕下力士松本幸です。アシスタントの陽武幸です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日の質問は東京都の女性からです。はい、ありがとうございます。ヤフーのニュースで中村部屋が夕方から稽古をするという取り組みを始めたと書いてありました。力士といえば早朝から稽古するのが定着していましたが、松本幸さんはどう思われますかという質問なんですね。どうなんだろうね、15時半からって書いてあったんだけど、ずっとこれを続けるのか、それとも今だけやるのか、いろいろ試してみようというみたいですけど、ね、もちろん場所が始まったら朝からやんないと相撲行く力士もいるしね、力士っていうのは早朝から稽古してお昼までには終わってご飯食べてお昼寝始めるっていうイメージがすごいんですけど、そうね、我々の部屋はトレーニングやるようになって、それまではね毎日ではないんだけど、回しつけなくても4時5時ぐらいからこうすり足したり、自主トレみたいな感じでね、もう土俵を使うのは午前だけという感じですか。そうね、というのはね、今ふと思ったんですけども、はい、土俵稽古終わったら綺麗に掃除して、真ん中にこう小平板っていうのをね、砂持った真ん中に立てるんだけど、ね、いうことは明日までは使わんよっていう、使わんよではないんだけど、もうそうなると崩してまでしないんだけど、次の朝はもちろん崩してするんです。そうね、もちろん一番最初に起きたものとかがこう鳴らして、始まるね。でもだから使ってもいいんですよ。でもなんか使わないのが今まで伝統だったようなイメージが今ふっとしたんですよね。よく昔は履物を午前中に下ろせとかいう話とかあるじゃないですか。相撲部屋もよくそういうこと言われた。まあそういう験担ぎみたいな話ってあるから、夕方に土俵使うなんて験が悪いぞみたいなんてあったんじゃないんですか。あんまり思ったことはないんだけどね、でも使ってなかったね。夕方からはトレーニングしてたけども、今回中村部屋が本格的に稽古をその時間から始めるっていうのは、今までの相撲部屋の伝統からしてみたら画期的ではないでしょうかね。そうですね、まあ、中村部屋はご存知のようにこの前までは二所ノ関部屋にいたのが独立しましたけどもね、まあ、二所ノ関部屋も結構土俵に面取ったりとか休養日を設けたりとか新たな取り組みをしてた、まあ、中村親方もそこのいい部分っていうのをこれからも踏襲していろいろチャレンジしていこうという意欲はすごく見えますよね。中村親方も相撲まっすぐの人なんで、いろんなことを考えながらこれからもやっていく親方だと思う。地方場所に行ったら4時ぐらいから掃除始めたら近所の人から分かんないんだけど、お昼の稽古は何時からですかって聞かれたことがあるんですよ。我々はそういう頭がなかったから、いやいやいや昼からはもうしないですよとお答えをしたことがある。多分一般の方からしたら、っていう部分なんだろうけども、やっぱり力士たちにとっては当たり前だった。でもね、思うんですよ、力士たちにとって今まで当たり前と思ってることを改革してまたいい部分を取り入れていくっていうね、中村親方は挑戦してるんじゃないかなと思うんです。まあ、朝起きてすぐ稽古してご飯を食べるというね、相撲界のサイクルだったんだけど、今度は朝起きて、まあ、先にトレーニングするんかな、で昼ちょっと休んで本格的な稽古をするという形が、人間の体内のサイクル的にどうこういい風に向いていくかっていうのもありますよね。それと、まあ、例えば友風でしたら、夕方の4時頃に出るんだから、4時頃に一番パフォーマンスが発揮できるような体を鳴らしていく狙いがあるんじゃないか。でまたね、高校相撲っていうのが増えたじゃないですか。高校相撲ってね、学業があるから、どうしても3時ぐらいからじゃないかな。朝練っていうのもしてんだろうけど、高校のクラブ活動でやるんだったら、野球部であれ、サッカー部であれ、相撲部も3時4時ぐらいからの稽古をしてるんだろうね。ですから夕方から稽古する成果がね、発揮できるかどうかいうのはそんなすぐ分かるもんでもない。やっぱりこれから長い間に、まあ、だんだん変わっていく部分もあるんじゃないかと思うんですけど。そうね、まあね、私らにいた時代か、辞めてから聞いたのか、時津風部屋かどっかが日曜日は休みっていうね。そんで確かね、朝ごはん食べてから稽古するっていうことを知らしたっていう、それを聞いた時に、えらい斬新なことするなと思って、私はもう日曜日も、まあ、曜日関係なしに、朝起きて稽古をして、だから休みなしいうことですよね。休みなしやし、
1日の24時間のサイクルも、もう早いやつは5時ぐらいに起きて稽古始めるんだけど、で11時ぐらいに全部が終わったらご飯を食べてお昼寝して体を作っていくっていうサイクルで考えてたから、とりあえず日曜日があるって聞いた時に、うわ、なんかすごいいいなと思って、一般社会の、そうですね、うん、でもやっぱりスポーツ全般にね、うん、昔はもうどんどん稽古練習するのがいいんだっていう考えから、うんうん、やっぱり休みも必要よっていう風に最近変わってきましたんでね。そうね、ですから相撲部屋も、うん、まあ、そういう意見を取り入れながらね、うん、まあ、いろいろチャレンジしてみるのは、うん、これはいいことですよね。まあ、私がいたのが30年ぐらい前かな、うん、その時にはやっぱり昔活躍した方たちがもう現役親方としてバリバリやってる時代だったんで、なかなかね、新しい意見っていうか考えとやり方がなかったのかもしれない。うん、そうですね。うん、でもうちの部屋とかでは大部屋にでもエアコン入れてくれて、やっぱりあんだけの稽古してるんだから、寝やすいように、あんまり冷やしすぎはダメですよ、うん、でも夏なんかはもう寝たか寝ないか分かんないぐらいに暑いなっていうところじゃなくて、うん、エアコン入れて寝やすい、十分に休んで次の日に、うん、また昼からのトレーニングに力発揮できるぐらいに備えなさいっていう、いうことになって、そうか、昔はもう根性論でね、もうその暑いのが嫌やったら早く関取になってっていうような考えでしょ、ね、でも関取は関取で体に良くないって言ってエアコンつけずに、こう肘が伸びるからってなんか丸まって寝てたっていうね、ことは聞いたことあるんだけど、昔は自分の思い込みでこうバーンと伸びきってエアコンの下で寝てたらもう関節伸びるから良くないんじゃないのっていうのが昔の考え方だったかもしれない。まあ確かに昔はクーラーでしたからね、冷やすっていう、うん、まあね、機械やって、うん、今はエアコンディショナーでこう調整してますんでね、うん、その冷やすぎとかもないですね。そうね、まあそのだから今科学的にどん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 エアコンも進化していってるから、うん、あんまり冷やしすぎない程度にセットしておけば、うん、ぐっすりお昼寝できるぐらいの、そうですね、うん、まあ、でもね、うん、何にしてもこう新しい挑戦っていうのは、そうですね、まあいいことだと思う、ね、いろんなことして、うん、そこから強い力士が出てくれば、うん、それが正解ではないでしょうかね。そうですね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またチャンネル登録お願いします。